2023明治安田生命 J1 リーグの第28節の2日目、パナソニックスタジアムスイーターガンバ大阪対浦和レッズのゲームをお届けします。まあ、今日はガンバ大阪はスタメン右サイドバックになると思いますが、中野がスタメンですよね、はい、そうですね、はい、浦和レッズ今日のスタートのメンバーです。まあ、こちらもちょっと秋元がね ACL で怪我をしてしまったようで、はい、まあ、そういう中で酒井宏樹は前節の京都戦は途中で変わりましたが、今日はスタメン復帰をしました、うん、今シーズンはセットプレーは9ゴール、フリーキックからは1得点、コーナーキックから4得点。狙ってみた、横に決めました。最初の宇佐美のセットプレーで決めました。ガンバ大阪先制、セットプレーで決めました宇佐美。これで浦和レッズ戦は通算公式戦8ゴール目。いや、狙ってましたね、手前でバウンドさせたのが大きかったですね。ここで枚数が全然分厚くなります。伊藤が入れてきて、ホセカンテ、ホセカンテのシュート、ー同点に追いつきました。うまいですね、ホセカンテの見事なテクニックのあるシュートです。1対1追いつきました浦和レッズ。本当うまいです。今のもうディフェンスとの、ね、距離も、ね、測ってますからね、はい、まずこの入るまでにこう自分の背後を指さして相手を離して来てないなっていうのを確認してからまた狙ってシュートですからね、まあ、ちょっと当たってるとは思うんですけどね、ここで距離を掴んで当たって、はい、でも力強いシュートじゃないんですよね。東口から宇佐美に入りました。ここ伊藤が圧力かけて取ります。ホセカンテ、ホセカンテ、ホセカンテ取られません。そしてホセカンテ出た、中に2人いる、ホセカンテマイナスのパスからシュートは安い、小木原から左足関根、東口が取りました。ちょっとホセカンテに引っかかってます、東口。ちょっとね、レッズとしては今の1本目で決めておきたかったですよね、うん、この後もまたいいつなぎで最後はよく体張って守り切ったんですよね。カンガラーの山本、ちょっとホセカンテが行きます、うん、スペースへ山本、伊藤がつく、マイナスのパス、メシノ、ちょっとレンジは遠くなりました。また山本へ、中に3人狙ってきた、山本の惜しいシュート。ここも局面局面、ホセカンテ、これはユニフォームを引っ張ってしまいましたので黒川も激高します。ちょっと両方の選手がエキサイトしました。そうですね、まあ、分かりやすく引っ張りましたからね。そうなんですよね、はい、ここでもう黒川を完全に引っ張りましたので、荒、はい、木雄介主審はオンフィールドレビューです。VR で確認をしているのはこの宇佐美とホセカンテの接触のシーンですね。これですね、カードイエロー、そしてホセカンテはレッドカード、ホセカンテはレッドカード、宇佐美にはイエローカード。ここでもしっかりと前の選手はこう狙いを持って動いてますんでね、浦和レッズは。ヴィンセン、ヴィンセン、ああ中央、岩尾が行った、岩尾、伊藤、逆サイド高橋、手を挙げている、その高橋、高橋のゴール、逆転に成功浦和レッズ。素晴ら
浦和レッズ移籍して初めてのゴールを決めました。前の選手を、ね、まずここで、ね、入れ替わってここで止まらなかったんですよね。岩尾選手が上がっていってもう伊藤選手もサイドハーフのようなポジションを取ってゴール前にも岩尾選手が入っていって枚数を同数にしましたからね。気づけばセンターバックじゃなくてダワン選手と、そうですね、中野選手が競り合わないといけなくなりましたからね。このためらいなくクロス入れたことが大きかったですね。まあ、最終的には、ね、中野選手にちょっと当たってはいるんですけどね。途中出場ホンギョンウォン、おっとこれを戻したところ、安井からリンセン、リンセン、1対3、またもやガンバ戦でリンセンです。またもやリンセンです。カップ戦でも2ゴール、そしてその後武漢戦 ACL でもゴールを奪ったリンセン、公式戦は2試合連続のゴールになりました。落ち着いてましたね、力抜けたシュートで、まあ、ここのね、奪い切ったところで囲んでましたからね、少しパスはずれましたけど追い込んでプレッシャーを与えてたんでね、はい、最後のシュートは本当もこの技術ですよね。まあ、そこをね岩尾選手も消してはいるんですよね、ちょっといろんな角度からボール入れる立ち位置にみんな立たないと、はい、いいね、ここは通った浮き玉、腕が遠山、枠にはいかず遠山、ジェバリがこの位置です。もう一度山本へでジェバリが中に入っていく、そのジェバリ使えるか、こうしてシュートはクラター、しかしよく体を入れました。素晴らしいですね、やっぱり出すだけでもちょっと枚数変わると思うね。山本抜けてきましたがシュートは枠にはいきませんでした。今のはね思い切ってトラップしの右ぐらいの状態でもあったかもしれないですね。ああバウンドしている、これリンセン追いかけます。ここで笛が鳴りました。1対3浦和レッズ、今シーズンガンバ戦は4戦全勝、1人少ない中でそれでも勝ち点3を取り決めました、浦和レッズです。